タピューチュー、どうも、ストーンシュミュージックと V です。はい、ということでですね、まあ、今年もこの動画の季節がやってきました。やってきました。年末の振り返り動画でございます。はい、まあ、今までであれば僕ん家でやってたんですけども、ね、まあ、今は東京にいるということで、はい、あのビビが働いてるですね MFC ストアで、現在撮影をしているんですが、はい、まあ、今年で、まあ、今回でですね、まあ、4回目すごいね。ねえ、4回目か。もう気づいたら YouTube もやりだして5年ですよ。5年目に入りました。はい、まあ、今までねうるさいやつがいましたけども、2人ですね。で、まあね、まあ、しゃあない、もうしゃあない、まあ、そうだな、しゃあない、ない、まあ、あいつはね、なんか大阪で頑張ってるでしょ。すいません、あの、この帽子欲しいんですけど、おいくらですか。ちょっと今閉店中です。あの、この赤と紫と黄色が入り混じって何色かわからない帽子いくらですか。僕似合いますかね。ちょっと今もう店閉めてて撮影中なんで、ちょっと黙ってもらっていいですか。見といて、俺ら今から、はい、振り返りやるんで。どこで見とったですか。あ、そこで見といて。あ、3時間ぐらい待っといて。あ、3時間も撮られるということですね。はい、はい、嫌です。素直に嫌です。誰ですか。あ、出てこんと、はい、見といて。あ、やっぱり出れないですか。やっぱり出れないパターンでお送りするのですか今回。東京来てるけど入りたいですか。そうですね、よろしいですか。じゃあ5万。5万300円ナスカ300円。あの、5万円の消費税って300円でしたっけ。な、300円って何すか。まあ、その300円が何かっていうのもとこだけ教えてもらっていいですかね。すいません、150円、とりあえず何でそこでしょ。150円、その5万はどこ行ったの。お店の取り持ち。何やろ、うっと1個売ったら5万ぐらいなんやろ、こんな店。噛むなや、テンション上がっとんねん。どうも、吉本クリエイティブエージェンシーからやってまいりました、佐々木ケースです。椅子置いていいかな。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。バカ野郎。俺はあいつカメラに背を向けるよ。お前は吉本でそういうこと教わった。バカ野郎、この野郎、怒ってんだよこっちはよ。怒ってんのかいな。わざわざ東京まで来たんねん。東京まで来ました。どうも、吉本クリエイティブエージェンシーの佐々木ケースと申します。バカ野郎この野郎。なんでスーツか。え、なんでスーツ。お前ケツしか映ってないねんカメラに。最近ケツ取れ頑張ってるから。知らんわいや。じゃあもう座っていい。画角的に合わへんから。もういつも。どうも、吉本クリエイティブエージェンシー。はい、ということで、まあ、気を取り直して、はい、まあ、そうしたリード。はい、どうも、吉本クリエイティブエージェンシーからやってまいりました、佐々木哲と申します。よろしくお願いします。はい、お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。いや、ほんまに、はい、先ほどなぜスーツかというご質問ございましたので、その質問に答えたいと思うんですけども、チャンネル登録者数なんと12万人、まあ、ウームにも所属されていれば、はい、一流 YouTuber の方ですよね。そしてあなたはこのお店のマスター、大将、まあ、偉いさんじゃないですか。いや、とんでもないです。この一等地でこんな方に会いに来るのに、こんなもうポロポロの服で来るんやったら一丁だね、ほんと。これ一丁なんで、一丁。ただ、嬉しいから悲しいから、5年前に買ったスーツでして、うん、まあ、まだ入るんですけど、はいはい、まあ、パツパツだもんね。5年前ちょっと太りましたし、ちょっと筋トレも頑張って、ちょっとパツパツで前締めると、ボタン飛びそうや。こうやったら分かります。ちょっとね、分かりにくいと思うんですけど、なんかもうちょっと変でしょ。だからちょっとすいません、開けときましょう、開けときましょう、開けときましょう。ということで、あのスーツで来させていただきました。はい、どうも、よろしくお願いします。今年もね、この季節やってまいりまして、はいはい、さっき4年前でしたっけ、一番最初にやらしたの。そうですね、4年前、その時に3人、はいはい、その次が4人、その次が、2人と1匹でしたね。タイガ、タイガやった。あー、弟さんが。そうや、お前弟おってんな。お世話になりました。双子の。双子の弟いました。双子の弟の方がおもろかったな。おもろかった。いや、正式に文書として発表させていただきますけど、僕の方が面白いので。公的文書を持って、まあ、よくわからない弁護士事務所がちょっと書類届くと思うので、その時はちゃんと目を通して、あの番号に電話していただいて。あ、うちに届くの。あ、うちに届きます。あ、住所じゃないですけど。あの辺やなって思います。送り返していい。あ、ダメです、ダメです。受け取っていただいて、名前書いていただいて。わかりました。そんなことさって。まあ、で、3人に戻るということ。はいはいはい。で、会うのも久しぶりということで。せやな。会うのどれぐらいぶりですか、僕ら。もう、1年とは言わないですけど。いや、でも、ほんまにそんな感じじゃない。ぐらいやね。そうした前。ありましたけど、あとあれ、ポップアップの時に一瞬ハセのサプライズが、ああ、ね、全く何事か分からずに相手ついていったら準備をしてる、見たことあるんだ、この店と思って。あ、ビビやん。
あ、ビビアン飛んだし、その前日に梅田のど真ん中でこいつ見てんやんか見たってなんかどう久々やって思わず蹴ったもんな蹴った梅田のど真ん中で障害事件それ系飛んでるらしいほんまに久しぶりに動画自体は、はい、そうですね。なんでほんまはここでなんかああやったこうやったっていうのを振り返りたいんですけど、はいはい、それ言っちゃうと、はいはい、あの動画の趣旨に変わっちゃうんで、いつものね、はい、僕たちの今回のコンセプト、まあ、はい、振り返り動画ということで、はい、創始ネットの、まあ、1年間、はい、ビビの1年間、そして僕の1年間っていうのをちょっと、はい、振り返っていきたいなというふうに思っておりますので、お付き合いほどよろしくお願いします、はい、じゃあ早速、いきましょう。はい、そう、あとご覧いただいている皆様、本日はあのこいつ、司会進行でございます。司会進行を務めさせていただきます、吉本クリエイティブエージェンシーからやってください。よろしくお願いします。何回やんねん。やば、いや、言うとこか。やば、去年うざ去年じゃ、今年のあの、和歌山は、まあ、これもまた振り返りなんもないですけど、ほらほら、長なるから、長なるから、違う人が多いから、もう黙れや、大事、大事、うるさい、じゃあ、行くで、行くで、司会行くで、そうや、司会あっとん、あってんねん、声はあっとん、あってんねん、そこはなんか、なんか虫けらみたいなこと言ってるどれ出んねんって飲むから行くぞ、司会そうや、司会やん行きましょう、とりあえず持ってきたんだよ、あと、会議新庄から持ってきたんだよはい、ということで、はい、あえてやりましょう、やらない、やりましょうちょっと、吉本よっしゃー生命線長かったって久しぶりです。俺らも久しぶりに聞いたわ僕もだってあの久しぶりすぎてコースだからコースペンと邪魔って違うんですよ違うんですよ、はい、早速1月はい、そうですね、なんと、はいはい、創始ミュージックチャンネル登録者数が6万人を突破。1月6万か。1月6万のようです。6万人でも今12月なんでもう1年まあ1年前ですかね。あれですけど、まあまあ去年の年末ですか、はい、まあ、去年中にできれば10万いきたいなーって言ってたんやけども、まあなかなか、まあ、伸び悩んだ、うん、ただまあ自分のやりたいことをまあ結局ずっとやり続けて、うん、やっと6いったな。まあ行った時はでも本当にちょっと嬉しかったよね。だって YouTube のコンセプトがだってね、自分のしたいことをして、まあ、やっていくみたいなことやんか、はいはい、だからそれにほんま理にかなってるというか地で行ってる感じがするから、うん、それで6万についてきてくれたってことは、いや、ありがたいですよね。ありがたい話だね。本当にありがとうございます。まあ、5万から6万って、まあ、なんかちょっと増えただけだから変わらんかもしれんけど、6万になってなんかこれ変わったな、あれ変わったなみたいな、周りのなんか環境とか、いや、別に変わったことっていうのは長いかな、あんまりそれは感じてなくて、結局自分のやることを動画撮影して編集してっていうのは結局変わってないかな。その日のだから6万人突破したその日の動画が憧れの YouTuber 有啓太さんとのコラボ。ああ、そうですね、書いてますよ。こちら何したんですかコラボは。普通に南で飲んだコラボなの。俺ハセとめっちゃコラボしてんで俺。いや、コラボや。あ、そっか、そう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 。その有啓太さんは今 YouTube はもうやってないんやけど、僕がほんまに YouTube を始める前からずっと見てた人で、お、動画の作り方であったりとかっていうのすごいおしゃれで、で僕はめちゃくちゃ影響されてて、俺らがだって全然間もない時って言ったらおかしいけど、うん、その時から言ってた。うん、やっぱり。その有啓太さん名前は出てたもん。この人の動画のこの感じがすごい好きやねんっていうのをビビにずっと熱弁してた。でしょうね。僕の方に伝わってきてないので、だってあの言ったっけなみたいな。だってあなた YouTube そもそも見ないでしょ。まあまあ見ない、そのなんか YouTuber の人の YouTube を見ることはないけど、芸人さんのネタ動画とかが、うん、まあ、あと筋トレでしょ。ほとんど筋トレです。刺さっています。刺さってます。プロタンさん。プロタンさん。何もないです。いや、張り倒してる。ワイボワイボ何をちょっとアピってんの。アピールのバーですやん。どうも。ジャイマンの。いや、お前今日は MC やで。あ、じゃあなさん。司会ちゃんとやってくれる？やってます。やってくれるか？でもどうやら6万人行って、そのアリケイタさんとコラボをして、はいはい、そのちょっとでも動画のクオリティは近づいたと思いますか？あー、まあ、その当時僕が見てた当時のその有啓太さんの動画のクオリティには近づいたかもやけど、俺が近づけばそれはみんなが、その分ね、こっちは止まってるわけじゃないからみんなが近づけば、そう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 、未だにずっと憧れではあるし、うん、でもともとその YouTuber とのつながり、 YouTube やってた人とのつながりとか、映像クリエイターとのつながりっていうのはそもそもなかったから、確かに確かに言われてみればなんか俺らばっかりだったもんな、うん、
だからまあそれがきっかけでもあったし、まあいろんなそこからいろんな YouTuber ともつながることが増えたかなと思いますね。ほんまにきっかけ、うん、6万人とアリケータさんがきっかけでいろいろこう創始の、まあ、幅も広がっていったと。そうですね、人脈も広がっていったと、うんうん、当時自体は周りの環境が変わってなかったとしても、うん、周りからこう見られるとか、うん、この人に対しての評価っていうのは多分変わっていった1月、うん、そうですね。あ、1月で思い出したけど、うん、あの正月実家帰ってん。ああ、はい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 。で実家帰ってまあ動画も上がってるんやけども、まあ息子が YouTuber になったらっていうね動画、お母さんにインタビューした。そう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 、顔映ってないけども、まあその動画には入ってないけども、うん、入ってないかなちょっと忘れたけども、うちのおかんが KSK ファンやったかな。あ、ほんまにありがとうございます。で、うちの妹が BB ファンやったかな。ありがとうございます。なんだその宗氏の家族ここで回すみたいな俺はっていう。じゃそれは宗氏は兄貴の話や。その時お母さん何言ってた。俺はあんたはあんたやった宗氏は宗氏だよ。隠れとんねん俺の顔がバインダーで。あー、お母さん、お母さんのね説明せこっちは短かった言うてそんなやってない。黙れや、もう。いや、お母さんは宗氏は宗氏、息子は息子やから、うん、息子一番のってこと。いや、そんなもないよ。そんなもないな。ということで、ビビ、はい、エグザンブル、はい、ポップアップということで、1月やね、8月だから。そう、初ポップアップやったね。まあ、初めてやることやし、あと、まあ、皆さんがされてるポップアップってさ、やっぱ一つどっか借りるとか契約やったり、重機がいるとか、どういう、まあ、層でとか、まあ、硬いって言ったらおかしいけど、ちゃんとした契約の上でポップアップってされてると思うんやけど、まあ、どちらかというとさ、黄昏のコーヒー屋さんっていうのはもちろんしっかりちゃんとしたお店ではあるけど、友達やし服屋さんちゃうんだ。そう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 、コーヒー屋さんやもんな。だから全員がどっちかっていうとほんまに初体験。あ、どうやっていいかわからんみたいな。そう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 、手探りの状態で始めていったみたいな感じ。そうそう、それが実際に、まあ、結果ね、形になったっていうことができたのがいい体験やったかなとは。逆にそっちの方が良かったかもしれない。なんかそのあんまりなんかいろんな管理者いっぱい知らん人多いってやったら絶対固まるけど、まあ、絶対失敗もあったと思うけど、なんかえへへや母で次はなみたいな感じで緩くできたんが多分その成功の1個の秘訣やったのせいやな。あとみんな協力し合ったことによって助け合いとかっていうところもめっちゃ実感できた。友情も深まったんですよ。いや、ほんま絆やなとは思って、そこはすごい思えたし、で、来ていただいたお客様は1月が寒い。寒いよな、めっちゃ寒い。寒いな、寒かったな。めっちゃ寒かったと思う。で、一応担当も作ってない。俺どこどこおるわ。で、宗氏とか、今日は言ってないんですけど、ゆうきとか、あ、はいはい、あの外組、長谷とかも外組やったよ。来てくれはったお客様をこう、まあ、整列してもらうみたいな。他の人の迷惑ないし、お客様と一緒に多分その寒さを体感してと思うねんけど中は中でまた違うその動きはあったけど、なんかほんまありがたかったなとは思う。いろんな意味で。一番何が大変やった？店作りっていうの、が一番大変やったかな。一番最初の準備期間、あ、その来てもらう前の前段階ってこと。そう、ほんまにないから。何も、あ、そっかそっかそっか。今やからできたことやねんけど、うん、ほんまに文化祭みたいないい意味で今はこうやって、まあ、会社に入ってとか、うん、エグザンプル自体が会社に入ってっていうになってるけど、その時ってほんまに俺だけやったから、うん、ほんまに全部手作りって感じでやらせていただいたんですけど、ただ一個思えたのが、大阪ポップアップはあえてこうやっていきたいなとは思った。まあ地元やしね。そう、今はまあいろんなとこさせていただけたけど、地元やからこそこの気持ち、なんかみんながホームに戻れる感じっていうのはいいなとは思う。来年1月大阪でできたらできたらね。今回です、企画としては、はい、宗氏ミュージックさんと Vivi さんのお振り返りをメインに僕 MC っていうことだったんですけど、一応僕ももちろんもちろん振り返らせてもらう。もちろん、ほんま5秒5秒いる？ちょっとちょっとお揃いの指輪してんねんからみんな一応ですね、私佐々木圭介の1月振り返らせていただいて、もっと短くいきますけども、2018年1月、はい、私 R1 グランプリに出場しまして、はい、1回戦でババチビルほど滑るそうでした、ね、そのストーリーが面白い。以上です。そうでした。佐々木圭介の2018年1月は以上でございます。待って、ほんまに5秒で終わったじゃん。綺麗。短く短くいきたいと思います
まあもう一個付随するなら、その後、まあ、もう2018年1月はまだ僕 NSC 在籍中だったので、はいはいはい、その後その NSC の事務所に行って社員さんにもキレられる多くは語らないですけど、当時コンビ組んでた相方の態度が悪いっつって、うん、普通怒られてる時って、まあ、嘘でもまっすぐ立つとか、はい、ちゃんとこうなんて、まあまあまあ、重心こうちゃんとして反省してますって、ね、嘘でも反省してますっていう顔を出すやん、あるよね、うん、前の相方はあの休めの体勢でほんま立ってるけど座ってやるとほんまはいはいで僕はほんまに上から上から多いの、僕はほんまに営業マンみたいに手前に組んで、はい、すいませんでした、あのこちらの確認ミスでちょっとスケジュール確認ミスで、うん、ちょっとこうグダグダってなっちゃって、うちの前の相方はなんか、はいはい、社員さんも怒るやん、うん、いや佐々木はええけど自分なんだその態度、うん、その時もなんか普通すいませんでいいやん、もう分かってなくても、うん、すいませんって言ったら、え、なりますかって口答ええ意味分からんやん、俺ババチロ集めてるしさ、帰ったら怒られるしさ、関係ないのに関係あんねんけど、相方が怒んないし、みたいなで、佐々木はいいけどってめっちゃ言えんけど、佐々木はいいけどが逆にもう嫌なってきて、はい、もうすいませんでした、もう、はい、すいません、はいあまり良くないスタートダッシュをかわしました、スタートダッシュでもないけど、なるほど、まあ1月こんな感じで、はいはいはい、こんな感じで、あの、はい、1月2月と進んでいきたいと思います。分かりました、行きましょう。はい、続いて2月、はい、はい、プレゼント企画、オージーブライトネス。おやりましたね。やりましたね。まあ、オージーブライトネスさんともその以前からつながりは、まあ、うん、あったんですけども、まあ、何かしらやりましょうっていう話をいただいてて、うん、で、まあ、せっかくであればっていうので、まあ、3人の名前が入った。あ、そうやったな。お前も入ってんねんで。いや、あのピンク色のな、うん、あ、しらす、近いっすね、ちょっと当たってますねさっきからずっと当たっております。すいません、ちょっと遠近感やってたよな一応一応一応。え、何歳から何歳まで？小3から大学2年。一応って言わへんで、まあ初めてそのこのチャンネルで、うん、まあ、大々的なプレゼント企画っていうのを、うん、やらせていただいて、あ、で、まあ、50人50名分のプレゼントっていうのをやりましたね、はい、3000、4000通ぐらい。え、50に対して？はい。やばっ。いや、びっくりしたよ。持ってるやろ。持ってる持ってるやろ。うん、これないの。いや、お前の俺んちゃう。いや、くれいや、だってな、渡されへんよ。待って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 、はい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 、どうぞ。どうぞ、ありがとうございます。はい、2月ですね、はい、これ、うん、今何月ですか？12月ですよ何回も追ってますよね。で、しかも今日会うことも分かってましたよね。忘れた忘れた覚えてない。もうあれは蒸発してなくなったやろ。今日これ書いたわけや、うん、思い出すきっかけはあったやん、うん、でも忘れるよ、ね、存在忘れた。おい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 、どちらさん書いた時に書いてる時に、よろしくお願いします。どちら書いてる時に、うん、書いてる時にメモな、うん、あ、OG ブライトネス1回入力したわけ、うんうん、その時に思い出せるところあったけど忘れた。忘れた。わざとやん。そう、出会わらせやん。うちの玄関ある。いや、いや、じゃあこう行けるやん。しかも押入れの奥の方に入ってるとかやったらさ、難しかった。いや、押入れの奥の方に入ってるんだったらさ、あ、無理やと思うけど、玄関やろ、もうポッとこう行けるやん。もう鍵置いてある横にある。いや、鍵と一緒にこう行ったらええやんちょっとこうこうで、ちょっと待って、マラソンのな、うん、給水所みたいにちょっと待って行ったらええやん。なんでちょっとこう行く。こうやってふわって行ったらええやん。でもお前以外の周りには何人かにも配ってる。いや、ほんでしかもインスタとかでさ、うん、なんかタグつきましたって、うん、誰やろバーってそれついてて、俺持ってへんちゅう持ってへんちゅうね。もう一個思い出した、そのせっかい朝金のやつ、うん、俺もらってない前の会社の全然知らん可愛くもないけど、男のね、可愛がってもない後輩がなんか貼ってて iPhone かなんかに、うん、なんでお前持ってんのって。俺んちゃう。だからどこに持ってんの実家の方で、峠やそれは無理やわまた思い出してください。あ、お願いします。全然僕もらえてない。そうですね、また後でいろいろ出てきますので、もらってない話いっぱいありますので応募フォームの中に、まあ、コメントを書けるようにはしてたんですけど、本当にね、みんなのね、コメントっていうのはあったかくて、本当に全部読まさせていただきました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当に僕は読んでないですけど、ありがとうございます。ただ俺のことも書いてくれてるけど、もちろんお前のことも書いてくれてる、うん、それ共有してくれへんから、だからお前、そうや、そうや、それは送ったわ。違う、それ LINE で送ったわ。お前ナンバーズ言いながらへん言うてじゃあ、それ違うやつ送ったろ、ボケ。違う、それ違うやつ送ったわ違う、それ違うやつやってそれ後で出てくる
ってくれてたもん。いや、あの、違う、これはそ、あの、ケイスケにも呼ばしたろ。うん、いや、絶対言ってない、絶対言ってない、あれや、生命線がなかったんですから、おもろ入ってたから喫茶店やな、これ見てない、喫茶店で見たもん、送ったわ。いや、違うって、しょうまい、お前全員に謝れ。この度はあ、その度に鈴木でいいな、マジで、ここに繋がるんだ、これがいっぱい出てくるかもしれない、うわー、いっぱい出るわ。はい、じゃあ次行きましょう。謝らないんだ。ダメ。いや、改めてね、また、まだ見よう。すいませんでした。いやいやいや、でもほんまにありがとうございます。見覚えがないのですけど。ありがとうございます。まあ、ということで、そんなことがあったんですね。そうそう。話してたらすいませんでした。いや、でも本当に、あの、いいことばっかり書いていただいて、アドバイスもあって、ありがとうございます。ありがとうございます。2月はもういいですか？大丈夫。2月何かあります？あります？ 2 月。2月、大丈夫。結構急やった。来年は2019年バージョンはちゃんと用意してください。そうやね、1ヶ月ずつな、うん、そんなこんなで、あの、ちょっと私の話させていただきます。3秒、はい、あー、できたら5秒いただいて、あー、どうぞ。2月ですね、はい、私、佐々木圭介、はい、1月に、あ、思い出した、俺2月俺もやってた方がいいから、ね、ここで覚えた、え、自分だ、東京来て変わったな、イニシエの笑いするなんて、髪型もぐちゃぐちゃった、せっかくせっかくセットしたのに、これ1時間半かかっとんねんほんまにお前さ、お前待ちすごい長くなってんの、1時間半っていうのはほんまに止まるからやめてくれへんから1時間半かかってる、15分ぐらいや、いや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 、俺らずっとここで歌えるねな、まだかな、まだかなーつってちゃうや、そんなんだし、そんなん言い出して、俺水買いに行ってね、あの、うん、石垣土地の中目黒区、ここ中所、なんでやんねん、お前。ええわ、なんか喋れば喋るほど俺ブーアルなるから、ええわ。2月、2月。2月、2月。はい、まあ、僕も一瞬なんですけど、うん、東京に行くお話が来た月。あ、あー、そうっす。はいはいはい、で、まだ決まってなくて、ほんまにどうするかっていうところを、まあ、ずっと悩んでた時期でした。あー、うん、行くか行かへんかって。そうそう、家族もおるか、ね、黄昏コーヒーの、あの、後に、近藤さんが、まあ、東京に、あ、じゃあ大阪に来られて、実際に会って話した時かな。そこで、そこでもう、行くかっていう感じで、進んだんですね。まあ、もうめちゃくちゃ悩んでたもんね。なんか確かにその東京、うん、みたいな話は当時その時職場一緒やったみたいな、そうですね、だからちょっと聞いてて、俺はどっちかってちょっと大丈夫かそれみたいな、うんうんうん、あの、騙されるんちゃうのみたいな感じはあったから、ね、うん、どうかな、まあでも結果でそこで決めて、まあ、そうそう、今こうなってるから、まあ確かに頑張ってます、はい何それ、それさ、もう別に電話でやってくれへんのわざわざ、いや、なんでお前もやねん、原監督になってるからもうボールペン飛んでたから今うまいことな、全員でやったのにボールペン落としてるほら、ほんま空気やねんわ、お前、俺じゃないぞ、こいつやろ、すぐ人のせい、物のせいやしあの、僕の2月の話させていただきます、なんかあったん、はい、ありまして、ですね、1月に追いました、はい、R1 の傷を癒すために、はい、1人で東京日帰り旅行に行きました、はあ、見てたかも、はい、その日の日程をお伝えさせていただきます、はいはい、お昼の2時に、東京に着きまして、ちょっと池袋に行く用事があったので池袋に行きました、はいはい、で、まあ、30分ぐらいで用事終わったんで、そこからスカイツリーに行きまして、うん、登って、うん、上の展望台とかも登って、うん、でそこのラーメン屋さんでラーメン食べて、ポストカードみたいなの買うてプレゼントで、ポストカードみたいな武道館に行きます、その後、うん、武道館行って、うん、うわ武道館やなって見て、有楽町の日本放送に行って、もうお前の手が全部俺の手隠してんねんか、日本放送に行きます帰ってくるっていう、は一人でめっちゃ回るっていう、あなたたちに買ったポストカードがあるんですけど、いやいや、もろてへん、もろてへん、忘れましたいや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 、どこにあんねん、どこにあんリアルに、あの、テレビ台の引き出しのとこ、これできひんこうせなかな一番隠れてるとこやな、こうしないからな、猫の猫がスカイツリーにこうしてるやつ猫好きやろ、好き、いや、好きやろ、アレルギー、アレルギー、アレルギーとか犬いける、犬いけるけど猫はアレルギー、アレルギーとか言うな、俺もや、痒くなる、俺も、前も、俺はブズブズなんな2月ある、僕こんな感じでございます、はいはいはい、次その3月いきます、はい、はい、3月なんと、はい、ソーシミュージック、うん何やねん、え、もう結構な
な付き合いやで、お前。いや、ちょっとボケようかな思ってるけど。ソーシュージック君ボケようと思って。わからん。ボケようと思ってんけど、ミスった。なんで素直や。ちっちゃい通が入りました。ソーシュージック、チャンネル登録者数7万人突破。7万人。7万人でございます。はい、早いな。2ヶ月です。2ヶ月、順調。まあそうですね、いろんな YouTuber の方いらっしゃいますけど、まあバコンって急に伸びはる方もいらっしゃるじゃないですか。まあまあ、うん、急にドーン跳ねた人多いよね。おるおる。じわ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 ずーっと一定のペース。あー、確かに。ただ減りはしてない。ああ、うん、ずーっと一定のペースで伸びてる。怒って、うん、ほんまにありがとうございます。ありがとうございます。感謝しよう。ありがとうございます。なんかそれ以上これからよ、これから。あ、これから。これからあるある。全部が全部が充実するわけじゃないもんな。ずっとドカンじゃない。ごめんごめん、それは失礼しました。で、もう一個ちゃんとあなたたちが行ったイベント、アトモスコン。はい、あー、ここが大きいね。ありましたね、アトモスコンボリューム4ですか。はい、2回目の出演。はい、去年1回目。そうですね、11月だったっけね。うん、出させてもらって、で、今回2回目。まあ、今回そのスニーカー同好会の、うん、枠の中で、まあ、ゲストとして、出演させていただいてね、うん、目の前にこうお客様というか、お客さんはいっぱいいてはるんですか。そうですそうです。もうステージの上に立って、うん、っていう感じですね。ちなみにその何人ぐらい来てはったお客さん。あの日で多分3000人ぐらいでしたっけ。え、そこにもう3000人っていう。いや、何百人とかずっといあ、そうね、いろいろあって、いろいろあって、総入場者数が3000人ぐらい。そうそうそう、3000。まあ、いつも目の前何百とか。何百とか。緊張せんかったの。まあ、2回目っていうのもあるので、そうそうそう、まあ、イメージはつきながら、うん、ただ、なんかお前みたいに、なんか出るとき出るときに何かしたんねんみたいなのは俺ら思わんから、あの、出て、もう普通におしゃべりして楽しく、そう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 、みんなと一緒に楽しくできたりかな、みたいな。そうそうそう、何か爪痕を残したねみたいなとか。俺ダサ。そういうタイプ出さない。やるからには、いや、ダサいダサい。スマートに行こうぜ。いやいや、中目黒だぜ。お前スマートにやった試しあるか。スマートに行こうぜ。できた試しなかろう。よし君、え、スマートに行こうぜ。もうパツパツやで。ほんまに。もうスマートじゃないよ。あのね、こう見るやん、暑苦しい。こう見るやんか、うん、女さ、かん、だから隠れんな。でも鏡こう映るやん、目に入るやん、うん、パツパツだなと思って。なんで、なんのパツパツだなぁ。俺インドネーションおかしいな。さっきインドカレー食った。だから隠すな。インドカレー食ったから、インドカレー。お前もうそれをもう下ろしとけ。ここにここに置いとこう。そうや、なんせやな。で、気ぃついたらこうなってるから、どうせまた顔隠すから。寝不足でですね、もう声もガラガラですし、全然ベロが回らない。水飲み、うん、ありがとうございます。ちょっと僕の3月の話です、はい、あるんですか。一応、はい、寄ってて覚えてないんですけども、あの、何かにぶつかって鼻の骨にひびが入って。追ってた。追ってたな。ほんまに覚えてないの。全く覚えてなくて、起きた時に分かった。痛みで起きてるから。まあ、寄ってて結構飲んでまあ帰って、この辺がめっちゃ痛くて、起きて行ったと思って。俺目悪いからさ、寝る時コンタクト外して、コンタクト外したら何も見えへんか、ほんとに。それこそあのペットボトルに書いてある、あの G とかもこの辺じゃないと見えへんぐらい、うん、ぐらい目悪いから、うん、いや、コンタクトしたから見る一本やん。えやめろやめろ、それはおかしいやん。こっちが言えよ。じゃあ、ほんで痛みで起きて、うん、ね、あ、歯磨こうと思って、歯磨いて、うん、でコンタクトつけた時になんか混ざってるように見えて、ええと思って、ベタやけど、あれでそんなはずないのになと思って、もう一回見たら、いや、曲がってんなと思って、病院行って、鼻の骨ってめちゃくちゃややこしいんだ。腫れ引いてからじゃないと何もできへんねんて。軟骨やもんな。まあ、あるし、ここもなんかこうするしかできへんから。なるほどなるほど。腫れてたりとかすると、ほんまに曲がってるか分からない。腫れてるだけなのか、ほんまに曲がってるのか分からへんから、腫れ引くまではもう、あの、傷隠すようにしときましょうみたいな。え、何それ。結局日々ガーゼみたいなのつけて、そうそうそう、つけてた。そう、だから日々履いただけやったからよかったけど、俺ってたらほんまにもうなんか割り箸みたいにガッと曲げんとあかんみたいな。よかったな。よかったけど、ただ何があったか覚えてないから、ほんまに分からん。分からん。誰とも会ってた。あれやで、あれ。どれ。あれはどれ。あれか、あの話ちゃん。ああ、どの話。分からん。分からん。とりあえず、うん、はい。
向こうに映ってないけど、うん、なんすかっていうな、とんだ、そんなこんなの3月でございました。はい、じゃあ4月、はい、あ、ありましたね、4月創始沖縄一人旅、あできました、ね、行きました行きました。これなんですけども、その1月にあのビビがポップアップやったじゃないですか。その僕は外でその並んでる方のまあ整列をしたりとかっていう担当をやらせていただいたんですけども、うん、まあ、その中で沖縄から来てる方がいらっしゃったんですよ。あ、マジで？そうそう、わざ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 、ね、本当にありがたいんですけども、すごい、ね、でその方に沖縄ぜひ来てくださいよっていうのを言ってもらったんですよね、うんうんうん、あ、沖縄に行こうと。いや、そんなノリで。で、そのポップアップの2日後にチケット取りました。やば、マリ行動派。一人旅だと思って4月に行きました。これ周りでなんて言われたか知ってた？ねえ、宗師やんでんな。全くもってやんでない。当時ほんまにその、まだビビもまだおったおった、ね、うん、で、俺も同じ会社やって、はい、まあ宗師のことしてる周りの人とかね、おって普通に休憩中とか、うんうん、なんか宗師沖縄行ってるらしい、うんうん、あ、ほんまっすね、なんか知ってんの？いや、何も知らないですって。あれ、多分ヤンドン。一人やしな。一人やしな。なんで一人旅したヤンドン？だから俺がだってそうや、2月東京行ったもん、1月のその、リセットするために。リセットするために。ババ前と一緒にすんな。ババチビルほど滑ってで、傷を癒しに行っとるから、俺東京やん。うん、沖縄に一人旅、ちょっとやっぱヤンでるやん。なんで癒しに。癒しに、沖縄の母なる大地を抱かれに行っとるやん、母に。東京とかコンクリートジャングルやからさ、なんかちょっと興味本位で行ったんかないけど、沖縄一人はちょっとほんまに、なんでやねんな。そう、まあもともと沖縄には行ってみたいなっていう、あったかいところが基本好きなので、うん、行ってみたいなっていうのはあったんですけど、まあ行く機会もなかったしなと思って、まあ言ってくれたことがきっかけで、まあ行けると、うんうんうん、まあ、行けるっていうか、まあ自分でチケット取ってんけど、ね、え、おったほんで現地で取ってない。なんなんそれ。ますます意味わからんやん。いや、単純にだから、いや、要は来てくださいよっていう言葉にひらめいたんやな、うん、あ、ピガーンってなった、沖縄行こうみたいな。そう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 、そんな簡単なもんなのかね。旅をしたいっていうのがあるので、ノープランで行ったんですよ、完全。とりあえず2泊3日でホテルだけ押さえて、うん、あ、もうそれ以外完全ノープランで、1個だけ行くっていうのを決めてて、うん、まあ、沖縄の国際通りにある、まあ、アンディ・フィーレットと、うんうん、まあ、ごめん、一つじゃなかったステューシー、その隣にあるんやけども、うん、まあ、そこだけは行くって決めてたんですよ。ポイントとしてそこは行くぞって決めてた。まあ、大阪の、うん、ステューシーの人が、まあ、まあ、繋がってるから連絡するわっていうのを言ってくれてて、で、まあ、行って、で、まあ、いろいろお話させてもらって、で、そこから紹介してもらおうと、うん、どこがお店いいですかと、うん、ご飯屋どこが美味しいですかって、あ、で、いろいろ紹介してもらって、ご飯屋もいろいろ教えてもらって、で、そこを行こうと、あー、そこで決めて、いいね、そっからそう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 、で、さらにそっから発展させていこうっていうので行って、一人で。でもあなた人見知りですよね。でもね、全然人見知りせんか。あ、ほんま？やっぱ母なる大地分からん。向こうも多分めっちゃあれ、めちゃめちゃウェルカムやねん。あ、そうなんや、それがいいやろな、それがすごい良くて、なんか まず試さんねやろ。うん、あ、これなんかちょっとどうやこいつみたいな、そう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 、おいでさーみたいな、食べさーみたいな、分からんけどさ、沖縄行ったことないから。それは違うけど、まあまあ、あの、本当に会ったらほんまに家族ぐらい優しいしてくれるし、教えてくれた飯屋が居酒屋だったんですよ。おお、でもそこも一人で行って、行ったら行ったで同じように一人で来てる方もいらっしゃって、その旅行ですごいな、一人旅をしてるから。で、そこでおばちゃんが、あの、この人も一人で来ててっていう、あ、お店のおばちゃんが、そうそうそう、一緒にご飯食ってみたいな。で、向こうで、チャリンコと感謝をレンタルして、うん、もういろいろ回ってっていうのをやりましたね、うん、またその後に出てくる話だと思うんですけども、うん、ゲットエンキックス、その時に行ったんですけども、あの、閉まってたんですよ。あ、その時は、そうそう、うん、週末しか空いてないっていう話だった。行ったの月火水やったんですよね。で、閉まってたり、ただその周り商店街なんですけども、行ったら行ったでいろんな方が声かけてくださって、トニカショップの人連絡するわっていうので、もういろいろよくしてくれて、まあ、ショップもね、もちろんいいところはいっぱいあるんですけども、とりあえず人によくしてもらったなっていう印象ですね。へえ、めっちゃいいね。うん、本当に沖縄はすごい人が優しい、お前と違って。いや、俺も優しいって。俺も優しい。この間佐々木圭介と違って、いや違う、佐々木圭介も優しい。沖縄の人には負けるけど、吉本所属の佐々木圭介と違って、吉本クリエイティブエージェンシー、クリエイティブやから。それまだ違うの？違うらしい。俺も分かってないけど。あ、分かってんのかいな。いや、俺も優しい。この間、あの、おばあちゃんがウバーグルメ聞いてはってんけど、うん、
なんて逆やってんや、支えの方を滑らしとって駒が上やってんか、うん、おばあちゃん逆ですよ逆、ああありがとう言ってアメちゃんこれはんおばあちゃんが優しいやん、うん、あ、お前沖縄の人ありがとうさ言ってたもん言ってた黒糖飴やってももらった飴いやちょっと前ありがとう言ういやありがとうさいやお前持ったやろありがとうさお前持ったやろ黒糖飴嘘ついてるやろ、はい、嘘ついてるやろ嘘ついてるやろ嘘つきました世界配信の動画で嘘をつきましたではほんまに、うん、あの乳母車っていうか聞いてたやつ逆にやってたほんま飴をくれへんかったけどそこからもそこ嘘やったお前飴くれへんかった恩をあだで返しちゃったぞあのバッタはほらやっぱひどいやつや流れ的にそう言った方が面白いかなぁ思ってまだええ話だって俺カットしてたけど絶対どっかでええ話掘り込んだはい次あビビですねはいビビはい東京に引っ越しということで、はい、そうですねお引っ越しありがとうございます何ですか引っ越しっていう話何ですか急に引っ越しって話引っ越ししたよ引っ越ししたねそうです引っ越ししました全部持ってったわけちゃうよ家のもんあもちろんまあ単身赴任必要最低限なもんだけどそうですね5月にオープンするっていう、ね、ここ MFC ストアのオープンに向けて、うん4月の後半に家を押さえて、うん、抑えてでゆっくりこう送って何ですかその引っ越ししてゆっくり荷物を送っただけの話いやでもそれと同時に、うん、もちろんここでどうやってその MFC をどういうお店にするかっていうのをずっと練ってたので、ねうん、近藤さんと、うん、もうあとは準備をしていくだけやったので、うん、もう準備期間の月でしたね自分だけではできないことをいっぱい学びながらさせていただきましたね不安なことがなかったのいやありましたよ全然やっぱりまず大阪じゃなくなるっていうところも不満やし不安やし2つあるわけやんだから分からんもんな東京大阪じゃなくなるっていうところに関しても不安やし、うん、お店自体がほんまに成り立つのかっていうところに関しても全然未知すぎた部分はあったんですけどもゆっくりでもその4月中に完成していくじゃないですかでき準備してるものがやっとこう自分にも余裕をが持つようになって自信もその自信に変われるようにはなったかなとまあいったら一つずつまあ変な話そこに、ハンガーのやつあるやんか、うん、あれ多分元なくってあれができてやとか、壁ができて鏡が払っておいていってどんどんお店の形が作り上げられていくことによってその不安が一個ずつこうなくなっていった本当にそうですねでプラスアイテムがどんどんその増えてくるわけじゃないですか、うん、服とか靴とかね小物類とか今でも継続で学びながらさせてはいただいてるんですここがゴールじゃんねいや本当にそうですね大阪に戻るためにその大阪にも店舗を置くために東京に進出したつもりなので頑張っていきますまあでもそういうね準備期間の4月でしたじゃあ次僕なんですけど一応チャンネルにも出てるので自分で言うまですけど、私佐々木圭介舞台の方に出演させていただきましてそうでした見に行きましたよ、二人行ったよはい、存じてますチャタロー先生、チャタロー、チャタロー、チャタローやったな、俺何年浪人すんの俺、チャタローやったな留年や留年何つった今、浪人いや、留年、チャタローはおもろかったけどね、僕らまあ、素敵な本をね、書いていただいたのであれでしたけど、本当にケイスケやったよあでもほんまに、もともと、まあ、裏話になんねんけど普通舞台やるときって本できて役柄も全部決まっててでそこからキャスティングしていくっていうのがまあ王道っていうかベターやねんけど、うん、今回のこの僕が出させていただいた舞台ハッピーエンドは何も決まってなくてオーディションしてこの人に会うのこんなんにしようかみたいな、まあ、ある程度の本は決まってたらしいんだけど一緒に作り上げていくみたいな感じで、まあ、別に俺らはセリフ考えたことないけ ど舞台の千秋楽っていうか打ち上げでも言ってんけどそのプレバダンの野村さんが本を書いてくれはってんけど台本のページが増えるごとに野村さんの HP がどんどん減ってくねんか走ってきはって野村さん稽古場でふわーっつってそのみんなおるとこに台本ふわーお待たせしました台本できましたみたいなほんまにそんな感じの大丈夫っすかああ大丈夫ちょっと奥行くわみたいな感じまたカタカタ漫才の台本も書かなあかんし、うん、自分で劇団も乗ってあるし、そのハッピーエンドもあるし、みたいな。もう、で、なんかいろいろやらなあかんことあったら、ほんまにもうどんどんやつれていかはるみたいな。大丈夫ですか？大丈夫、ありがとう。
もう声がもうどんどん聞こえへんくなって、大丈夫じゃろこの人と思いながら、ほんまにあの素敵な本を書いていただいて、ほんまに僕のプロフィールというか、あの中に一番最初に書かれるのが作品としてハッピーエンドっていうのを、とても本当に光栄です。本当にありがとうございました。あの来ていただいた方だと本当にありがとうございました。先週だとね、見に行ったね、はい、見に行きました。でもう一個言うから、あの初日の時に僕あのエンドロールっていうか、あのみんな舞台終わったら出て、うん、こうありがとうございましたってちょっと泣きそうになって、ちょっと作品が良すぎて、あで、あと千秋楽見に来てくれたお前ら二人見て泣きそうになるそうやったな、案外涙もの、意外と涙もの、言ったっけ俺、行くわって。あ、言ったよ、ビビがちょっとおっしゃった東京やからこっち戻ってこれかわからんなみたいな感じやって、うん、みたいな、受けてよかったよ、はあ、あの最初で最後の、いや最初で最後じゃうねん、これからどんどん出ていかなあかんねん、あ引退引退じゃない、最初で最後のね、いやあの引退するほどでもないし、俺まだ何も残していないので、それこそあの爪と残さんのためなんで、ほんまありがとう、今までほんまありがとう、俺死ぬ今日な、葬儀、足見えてへん、いや見えてへん、うる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 、何やねんこれ、いろいろ出てくるな、出てくるな、じゃあ絞り出しとんの、もうないでもうないの、もうない、じゃあ OK、 ありがとうございます、おい電車あるあのちょっとごめんなさい、佐々木圭介個人的なニュースお送りさせていただいてよろしいですか、はい、4月、佐々木圭介吉本坂46のオーディションを受けるも書類審査で落ちる、合わせて敗者復活でも敗れる以上ですそれじゃないやろ、おもろいでももう今吉本坂48 6、結構なんかテレビとかにも出てるんですね、出ててもメンバーも決まってますけど、うん、まあ、あれ受かってたよ、その出てたってこと、踊ってたよ、こうやってグイッつって、いいな、こいつが踊ってんの想像してみ、気持ち悪い、いや見たかったよ、どうすんねん、華麗なるブレイクダンスをかましてたらこうやってお前は絶対ピッキンキモってやったらどないすんねんな気持ちが悪い、ほんまに気持ちは悪くないと思いますよし、次何だった、5月、はい5月、はい、